045マークです。今日はね、2匹に食べてもらいたいものがあるんで今日は猫ちゃんたちに食べてもらいたいものが見つかったんで、すごい面白い食べ物なんで、そちらを紹介していきたいと思います。それはこちら、シャリシャリとサプリゼリーフルーツミルク風味、まあ、ワンワンって書いてあるんですけど、ペットショップの方に聞いたら猫も食べれるみたいです。ゼリーっていうのも珍しいですね。マルチビタミン配合、コラーゲン、大豆ペプチド、オリゴ糖配合ということで、すごい健康に良さそうな食べ物なんで、今回はこちらを食べさせていきたいと思います。あ、すみちゃん、すみちゃん、すみちゃん、あげるから待って。じゃ早速あげていきましょう。開封、いろんな味のゼリーがありますね。ほら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 、あー、もう開いてる。じゃあ開けていきたいと思います。で、これ丸ごと開けると喉に詰まっちゃう可能性があるんで、手で潰してあげます。見てください、これ原宿に売ってそうじゃない？超インスタ映えじゃん。じゃあつみちゃん、どうぞ。最近暑くなってきたんでね、こういう冷たいデザートもいいですよね。美味しい？美味しい？緑が好きみたいですね。緑を食ってますね。あら、お、ポイントを良くしますね、猫は。お、もういらないの？どうして、もういらないの？来た来た。お兄ちゃん、はい、食べて。はい、さあ問題は綿毛ちゃんです。綿毛ちゃん、食べてみ。綿毛食わないか。ちょ、手に乗せて食べさせてみます。はいはい。あら、あら、嬉しい。果たしてこれ混ぜると何色になるんでしょうか。正解はオレンジでした。ということで、綿毛ちゃんは食べてくれなかったんですけど、つみれちゃんは1個ぐらい食べてくれました。美味しかった？つみれちゃん、まあ、このゼリーが夏に大活躍するんじゃないかなと思ってます。今日も見てくれてありがとう。チャンネル登録お願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。3、2、1、ありがとうございます。